おかえりなんて声は届きそうになる。収めると書くもがな。運命とか薄汚いやつとか薄泥なやつらとかが僕らを襲いにかかる。託してるね、待つのは私だけで十分なのだよな。運命と書く前の絶後の絶の後の結果論が気持ちくなる日持ちなんて嘘だよな。走り続ければ全てがうまくいくと来る日も来る日も嘘をしていたんだ。私はただ体がガガガって鳴る前に鳴り響く鐘の音が相談の後に僕らを越えてゆくの。